じゃん。アンパンマンたちがたくさんいるトロッコ列車を作っていくよ。じゃん。トロッコの先頭車両にはアンパンマンが運転手になってもう乗っているよ。そしてそのトロッコの客車だね。客車を作っていこうかな。こうやってくるっと回してこんな感じで番号と番号を合わせて、よし、こんな感じかな。そしてこの底のところにこの列車の車輪を乗せてあげて、ここのところにこの底のパーツを、よいしょ、こうやって取り付けていってあげて、よし、これで客車のところに車輪がついたよ。そしてこのままだとこの車軸のところが出てしまってるから、この床だね、床をこの上のところに置いてあげて、これで客車完成だね。よし、もう一つあるから、これも同じようにこうやってくるっと回してあげて、そしてよいしょ、こうやって取り付けてあげて、このあたりはこうやって内側に折りたたんでいって、そしてここのところにまたこの車輪だね、車輪をはめていってあげて、この底のパーツだね、客車の底のパーツを番号を合わせて、あ、ちょっとこれが取れちゃったね。合わせてこんな感じではめ込んでいってあげて、よし。そしてこの上のところにまたこの床だね、床のパーツをこうやって、よいしょ、ちょっとそこを高くしてあげて、このところにこうやってはめ込んであげて、よし、これで2両目もできたかな。そして客車たちをつなげる連結器だね、連結器をこうやって取り付けてあげて、こっちの方にも同じように、よいしょ、この連結器を穴に差し込んであげて、よし、これでいいかな。そしてこの先頭車両、先頭車両とこうやって連結してあげて、そしてさらにもう一両もここのところで連結してあげて、客車が2両になったね。この客車に乗るのがこのアンパンマンの仲間たち。これをこうやって作っていってあげて、メロンパンナちゃんだね、メロンパンナちゃん、それからバイキンマンだね、バイキンマンが俺様先に乗りたかったのにって言ってるかな。よし、バイキンマンをこの客車の一番先頭のところに、あ、これサンドイッチだね、サンドイッチを食べているバイキンマン、それからこのロールパンナ、ロールパンナも、よし、メロンパンナの後ろに乗せてあげようかな。そして赤ちゃんマン、赤ちゃんマンもいるね、赤ちゃんマンもこの2両目のところに乗せてあげて、そしてコキンちゃん、コキンちゃんピクニックに行くのかな、カバンを持ってお出かけしているよ。そしてドキンちゃん、ドキンちゃんはジュースを飲んでいるんだね。バイキンマンはサンドイッチ食べてたし、ドキンちゃんはジュースを飲んでいるよ。アンパンマンの運転手の後ろに
バイキンマン、コキンちゃん、ドキンちゃん、メロンパンナちゃん、ロールパンナちゃん、そして赤ちゃんマンがいるよ。じゃあ出発と思ったらちょっと置いてかれちゃったね。ちゃんと連結できたかな。よし、出発進行。